サーティクラップ PK です。今日はパタヤでものすごく美味しいカオマンガイのお店を見つけたので紹介します。気になったお店は紹介していくのでチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。お店がこちらで、スワンチキンライスというお店です。で、場所がターミナル21からさらに北の方に行かないといけないのでちょっと行きづらいです。バイクがあれば余裕で行けるんですけど、まあボルトで頼んでいけば、まあ、簡単には行けますが、ソンテオがね走ってないのでちょっと気軽に行くにはハードルが高いですが、とても美味しいので、まあ、もしお時間あればチャレンジしてみてください。概要欄に Google マップのリンク貼っておきます。でこちらがまあお店の様子になります。すごくね混んでました。はい、すごく地元の人がたくさん来てて、しかもウーバーイーツみたいなデリバリーの人もひっきりなしに来ててすごく流行ってました。お店の感じはまあこの通りでめちゃくちゃいい感じです。まあ外なんでね、クーラーがなくて暑いんですけど、それはまあ仕方がないですね。お店の人もすごく感じよくてテキパキと働いてました。ビッグ頼む。あれスモール。ビッグに見えたけどスモールだった。行こう。本当。あ、ホラさん。ホラ。これは美味しそうやな。80バーツ、タイで80バーツでした。コーラ入れて。いくらや。60、20ぐらい。安い。はい、で、もう一つ紹介します。で、タイ語をそのままカタカナにすると、メールンティップチキンライスっていうお店で、ソルフォントルマーケットっていう、このトゥッコムのもう少し南の方に行ったところにあるお店です。ここもねちょっと行きづらいんですけども、まあ、バイクとかボルトで行っても間違いないぐらい美味しいお店になります。前も一度紹介してるんですけれども、なんか様子が変わってるのでもう一度紹介したいと思います。このように外に屋台がたくさんあるところなんですけれども、この中にあるお店の一つになります。たくさんお店があるのでカオマンガイだけじゃなくて、まあ、いろいろ少し足りないなと思ったらつまみを買って一緒に食べることもできます。もうやってた、めっちゃもう流行っとるか、やばい流行っとる。こちらがお店になります。カオマンガイ屋さんです。でお店の感じはこんな感じで、まあ、周りに店員さんがいますので、カオマンガイくださいというふうに言えば
注文受け付けてくれます。で前はね、あのなんかおじちゃんがやってたんですけど、今はお姉さんがやってる形でした。で注文の仕方が前とは少し変わってました。これいいですか？構わない。あのミックス、ミックスな、あのフライミックス、あライウィズライス、ウィズライス、いいヒア、あいやいやいいな、いやビッグワン。で注文しましたら、呼び出し用のブザーみたいなのを渡されました。日本のね、あのフードコートとかでよく渡されるやつと同じようなやつです。なんか飲み物買ったもん。こんな番号渡されるやつ。ジューシードリンクがある。飲み物にそんなヘルシーは求めないんだけど、スイカジュースが飲みたいから、スイカジュースを買ってこよう。スイカ食べたい。スイカジュース。のスモール言うと思った。誰？サムシップ。あ、ある。これは。サムシップ、よかった。カオマンガイが。あ？カ。カ。日本カ。スーパージョー。あ、日本カ。ストローはこれね。ストローを出しまして。スイカジュースゲットしました。よし、30バーツ。これは安い。よく座れるところがありますから。めっちゃもう片付けてない。ここで食うしかねえのか。あっち行こうか。猫がいる。猫の隣で食おうか。ちょっと猫がいるから。やんた、お前そこにいたら俺が、まあいいや。ちょっとこの番号を待ちます。これピーピーになるのかな。うわ、めっちゃこぼれた。ピーピーのところで、うわ、ハンバーガー食ってる。インド人っぽい人。ほら、全フライ食ってる。いろいろ物価上がってんのに、このでかいお札が使いづらいっていうのはどうにかならんのかな。20バーツ集めてみようか。70ユニット、20バーツが1個、あとは1000バーツしかない。いけんのか。30バーツ、これで40バーツ、ここで40バーツ、ここで60バーツある。70か、大きいサイズ頼んだから多分70か80やと。ちょっとちっちゃいの使っちゃう。こうしてもうない、厳しい。これ何バーツ？2バーツコインっていうのもあるよ。どれがどれか分からん。もう来た、持ってきてくれた。来た。食べたよ。新しいし。はい。なんか猫がいるでしょ。OK、サンキュー。タライ。ジェップ。これ、10。これは何？ 20、30、40。あれ？ 50、60、70。ジェップでしょ。はい、ちょっとごめんね、コートと。あ、コープ。もっと
ぬんそんさんすいちぇっこぶかよし、来ました。ちょっと足が座りづらい、ここラーメンがいいです。前も食べたんですけど、ここら辺でかなり美味しいというか一番美味しいラーメンがいいです。食べてみます。タレかけました。じゃあいただきます。ましょう。間違いないかな。これフライじゃない方がいいな。ハーマンガイだけにした方がいいかも。大サイズで70バーツです。ハーマンガイだけの方がいいかも。ハーマンガイばっかりことな。今も食べるつもりや、いろいろガパオとか食べるつもりやですけど、お店が開いてなかった。なんかあれかな、体が疲れるとカーマンガイ食べたくなるのかな。タンパク質とご飯、脂っこいものが食べたくないから、そういうのってめっちゃ過ぎたタレ、辛い。それはやめていてよかった。カーマンガイで話し、あの呼び出しシステム使ってる。いただきました。美味しかったです。タレかけました。じゃあいただきます。